昔日の強豪が一敗し屍を晒す。一回の草履取りが力士に出世し大将となる。戦は戦を呼び、田畑は荒れ、人心は乱れる。尾張の織田信長をはじめ名だたる武将が天下を奪い合い、いつ果てるともなく戦い続ける戦国の世。ここ義州天野の地でも名門桜井家の栄光は起業が夢となり、下克上により権勢を振るう乱世の英傑藤森主膳が天下をうかがう。強く、ただひたすら強く、それが主膳が求める国のありよう。だがそのために天名の民草はひたすら重苦にあえぐ。そう、戦が絶えることはない。今も一つの戦が終わった。だが累々と横たわるカバネたちだけが戦いを終えることができる。合戦場をさまよう者にとって地獄とはあの世か、それともこの世か、それを知る者は誰もいない。あ、曲げた。あの大戦で生き残ったやつがおるとはな。おい、おめえ様、大丈夫かよ。
お、どうした？おお、おい、おめえ様、おめえ様よ。どうする？どうするって、仕方ない。村へ連れて行くしかねえな。ここは戦場ではない。血の匂いを振りまきながら歩くな、このバカ者が。わしらが口場ヶ原で倒れていたお前を助けてやらねば、ムクロになっていたのだぞ。ありがたく思うなら、これ以上村に戦場の影を落とすな。なんだお前は。侍が村の中をうろちょろするな。お前ら侍がいると姉ちゃんが怖がるんだ。帰れ帰れよ。やれるもんならやってみろ。いつもいつも村を荒らしやがって。やめなさい、コータ。何をしてるの？さあ、コータ、行きましょう。でも、こいつが！いいから。コータの非礼はお詫びします。でも、この村に侍が不要なのは本当のこと。村に災厄を呼び込む前に出て行ってください。お願いします。
どうか。よいか。うん。大淀と高富は桜井様のことは織田信長が狙っているらしいか。当然天野もただでは済まない。しかしだからこそ、そうじゃ、あれらは桜井の旗のもとに好き勝手しているだけじゃ。天下を狙っているお方だ。なんだ、しかし禄をもらわりの織田とも十分に渡り合えると考えておるな。なかなか手だれが揃ったようだな。ではこれより審査を始める。死を恐れぬ真の侍のみが大殿と共に天下をつかむことができる。その覚悟のある者は一歩前へ出るがいい。お主いいだろう。その力確かか。どうした。相手はメニア殿だと分かっているのか。何の真似だ。この連中では不服だというのか。面白い。では拙者自ら吟味役を務めてやろう。なかなかの腕だ。これならば十分役に立つだろう。よし、お主を取り立てることにする。殿が天下を取れば立身出世は望むがままだ。励めよ。お前にした方がいいな。お前たちの腕では勝てない。いつで。なんだと。そいつの剣は戦場で戦って生き延びてきた者の剣だ。口先だけのお前たちとは違う。お前本当のことだな。雑魚は黙っていた方がいい。お前はどうかな。無様な戦いはしなさそうだな。とはいえ、私の背中は預けないよな。まあいい。お前も戦いが好きなら、ここに向いているかもしれん。仲間に加わるのなら、棟梁の松崎源十郎に挨拶するがいい。おお、よく来たな。
お前も今日から大加藤の一員だ。中には変わったやつもいるが、基本的に自由に楽しくやるってのが信条だ。お前も遠慮せず好きにやってくれ。ただし俺の目が行き届く範囲でな。梅宮優馬だ。真の侍がまた一人長谷参じてきてくれたか。よく来てくれた、歓迎する。俺たちと共に修繕を倒し、もう一度桜の花を咲かせよう。私は林道一世、藤森修繕を倒すためにここにいる。お前が本当に腕が立つのかどうかしっかり見極めさせてもらうぞ。ともかく我々は藤森修繕を倒すための同志だ。共に力を合わせ戦おう。実に興味深い。いやはや、良いですか。なんと困りましたね。いやはや、お前か。どうした、俺に何か用か。お前も知っての通り、義州天名は代々桜井家が治めていた国だ。それを配下であった藤森修繕が下克上とかほざいて奪っていったのだ。桜井家の禄をはんでいた者として、俺たちはお家の復興のために戦っている。大加藤は真の志を持つ侍集団として打倒藤森のための力を蓄えているのだ。いいか、
連中。えい、兄者、いや藤森に願いった裏切り者め、大義の前に兄弟の情など不要、兄といえど容赦しない、覚悟しろ。勝負はついた。命を粗末にするな、ユーマ。殺せ。裏切り者の情けを受けてまで行きたくはない。バカ者め、今なすべきこともわからん子供を斬る刀など持たぬ。桜井家を裏切った裏切り者は必ず俺の手で始末する。忘れるなよ、兄者。いつまで見ているつもりだ。あなたはいつまであのようなことをお続けになるつもりなのですか。あなただってそれが正しいことだとは思っていないのでしょう。正しい正しくないなど何の関係もないこと、拙者はただお役目を果たしているだけです。罪のない人々を苦しめることがあなたのお役目だというのですか。物事は大所高所から見なければ判断できることがある。拙者に言えるのはそれだけです。どうして昔のあなたはそんな人ではなかったのに。だが人は同じままではいられない。それはあなたにも当てはまること。家を捨て、民を捨て、ただ生きる、それでいいのですか。やめてください。その名は捨てました。私はただの村娘です。失礼しました。ならば今後は拙者に声をかけたりなさらぬように。人の目につきます。ではごめん。新之助様。Thank you.
おやすみなさいませ。ねえ、おはようございます。ちょっといやー、何ね、木々の隙間から村の飯の支度の煙が見えねえかと思いましてね。私は飯を炊く煙が大好きなんですよ。戦の煙が全て飯を炊く煙に変われば皆が幸せに暮らせるのにね。国がいくつもあるから戦が起こる。この世に国がたった一つなら戦なんてもんはなくなるはずですよ。良いですか。どうでしょう。に付き合ってくれるのはあんちゃんくらいだよ。みんなオイラが子供だからって誰も相手にしてくれないんだ。でも今に見てろよ、オイラには立派な刀だって。そうだ、特別にあんちゃんにだけは見せてやるよ、オイラの刀を。この桜の家紋、きっと由緒正しいお宝だぜ。これ懐剣って言うんだ。どうだい、驚いたかい。あ、調子に乗っちゃった。やべえ、あんちゃん、これオイラが持ってたのは誰にも内緒だよ。特に姉ちゃんには秘密だぜ。
侍は皆同じだ。違いなどない。いつせか、何が言いたい。お前たちも主膳たちも根っこは同じだと言っている。どこがだ。俺たちには桜井家復興という大義が。大義？ただの主導権争いだろ。皆自分の都合で戦っているだけ。巻き込まれている民人はいい迷惑だ。私は主膳を倒すためにお前たちに協力する。大義とやらのためじゃない。みんな思惑があって集っているんだ。おかしな自負は捨てた方がいい。惨めになるだけだからな。違う。俺は主膳によって苦しむ人々だって救いたいんだ。主君に忠義を尽くし民を救う、それが真の侍というものだろ。ユーマ、お前の言うのが本当の侍なら今の私たちは何なのだろうな。そう、侍もどきというところか。侍もどきが3人、ゾッとしないな。帰らせてもらおう。貴様が持っているその小箱、それは何だ。何だとは。ただ薬が入っているだけだが。俺が言っているのはその箱の蒔絵のことだ。それは桜井の家紋ではないか。俺は知っているぞ。貴様がかつて桜井の三本刀と呼ばれていたことをな。おかしいと思っていたのだ。桜井の忠臣が藤森家に仕官するなどな。昔の話はよしてもらおう。今の拙者は大殿に忠誠を誓っている。小箱も便利だから使っているだけ。ゲスの勘繰りはやめてくれ。ゲスの勘繰りだと。どうかな。貴様の魂胆など分かっているのだぞ。何を根拠にしてのその物言いだ。何か証拠でもあるのか。証拠もないのにおかしな言いがかりはやめてもらおう。迷惑だ。いつか貴様の尻尾を掴んでやるぞ。なんだ貴様、何か言いたいことでもありそうだな。どうした？役立たずめ。どいつもこいつも。お主、まさか。いや、なんでもない。
おやすみなさいませ。ねえ、おはようございます。ちょっと ここは夢の跡だ。かつてここで咲き誇った桜はもう二度と咲くことはあるまい。もう二度とな。信長軍が。ついに動いたか。は、義州高富、義州大淀ともにわずか3日しか持たなかったそうです。義州三国のうち高富、大淀が信長の手に落ちた今、次は我が天中か。どうされます殿。是非もない。遅かれ早かれ、信長とは真の覇者をかけ争う宿命よ。だがこうなれば心中の虫をこのまま捨ておくわけにもいくまい。たとえ矮小なものであっても孝子の憂いを消し去るのだ。以上は藤森の兵に囲まれて、あれじゃみんな殺されてしまいます。因果応報、今まで好き放題をやってきた信氏どもが報いを受けておるだけだ。わしらが関わるなどもってのほか、放っておけ。でもそれではユーマさんが。あれとはもう縁を切っておる。どこでのたれ死のうとわしには関わりのないことだ。宗近様は常々おっしゃっていたではないですか。侍は命を奪うばかり、出世やら誇り、意地で命を粗末にする。侍は本当にくだらないと。でも同じではないでしょうか。ここでユーマさんたちを見捨てれば、私たちも藤森の侍と変わりません。わしは謝っておるのだろうか。
来たのは桜花島への助太刀か。拙者は何も見なかったことにしよう。桜花島の連中はこの奥だ。さあ行くがよい。藤森君に正門を突破されたか。ここまで来るのは時間の問題だな。だが桜花島の意地見せてやるぞ。副長、裏門からならばまだ脱出できますが。貴様、俺に逃げろというのか。バカな、桜井家再興のために俺は戦ってきたんだ。桜花島が全滅すればその夢はついえる。ならば俺が生き残る意味などない。
言われずともそうするつもりだ。桜井家の侍の心意気、藤森の犬どもに見せてやる。副長、俺たちもお供します。お供します。戦車もお供します。よし、皆に打って出ると伝えろ。見事散り花を咲かせようぞ。おにことごとく討ち死にした。だが最後まで屈せぬ姿はまさに侍の意地と誇りそのものであった。たとえその死に
時代を変える意味などないとしても、大加藤を打ち滅ぼしたぞ。こたびこそ桜井の血筋を根絶やしにせよ。村娘お清の正体が桜井家の姫しずるだと知った主膳はその抹殺に動く。天名を揺るがしかねないわずかな可能性をも摘み取るために。隠し立て無用、お主らが桜井家の一粒種をかくまいしこと明明白白なり、桜井家の嫡子引き渡してもらおう。渡さぬ場合は主君藤森主膳の命により村ごと焼き払う。どうだ。来たか。私のせいで村が一体どうすれば。おのれ、何を言うのだ。いいのです。確かにそれしか皆を救う方策はありません。ということだ。焼き討ちなどをしては桜井家の跡継ぎが誰なのか分からなくなりますぞ。構わん。桜井の嫡子が出てくれば奴らにその罪を問う。出てこなければ皆殺しだ。いずれにせよ新之助はここで始末できるというもの。おお、あれはまさしく桜井家の家紋。
なんと、こやつが桜井の嫡子か。そうです、私こそ桜井家の長女、桜井しずるです。捕らえろ。おおとなしくしろ。いいか、じっとしてろよ。これで厄介事が一つ片付くというもの。こやつを処刑した後は奴らにその罪を問うて村を滅ぼしてくれる。もはやこれまでだというのか。何のためにこれまで。いや、まだ終わってはおらん。悪い。はっ。待て。しんのすけ、貴様何用だ。うわっ。何をする。やはり獅子神中の虫であったか。よい。は？そやつも忠誠がわしではなく桜井に向いておること分かっておったわ。神之助、今日までよく役に立ってくれた。礼を言うぞ。武士の情け、お前はここで討ち取ってくれよ。やれ。皆の者、切れ切れ。おー、桜井の犬を切り刻め。なんと、この場に真の侍がいるとは思わなかった。だが今、お主の言葉の真偽を確かめている余裕はない。拙者は、しずる様を守るために戦う。お主の面倒までは見られんぞ。
この七においてもなおわしに逆らうか。うつけよのう。面白い。貴様のような者こそ我が片腕にふさわしいのだな。まあよい、しばらくすれば気が変わるやもしれん。やれ。Yeah!
が多くては やはりその力惜しいな。どうだ、今のことは水に流す。わしの家臣とならぬか。お殿、しかし。おい、こやつの力、信長との戦いで必ず役に立つ。もし反旗を翻すならば、その時は殺せばよい。なあ、どうだ、ここで犬死になどつまらんぞ。その腕、信長との戦で役に立ちそうだが、まあよい、やれ。真意に生き、信念に死んだ侍がいた。志半ばにして儚くも散っていった彼らの無念さゆえか、その後この地に桜の花が咲くことはなくなったという。